皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。YouTube に送っていただいたコースで遊んでいくよ。初めてのコース作り。目の前にはサックンのお花畑。キノコを取ってスピンで進んでいく感じだな。一匹だけぴょんぴょん跳ねてるやつがいて危ないね。勢いよく突っ込むと当たってしまうかもしれないな。ここはどっちに行けばいいのかわからないので、とりあえず上に登ってみます。なんとかと霊夢は高いところに登るっていうもんな。にゃんこと私かな。にゃんこも好きだけど、私はどちらかというとワンコ派です。ハテナブロックの中身はコインか。猫パンチはマリオメーカーにあるのに、なんで犬パンチはないんだろうね。上からジュゲムがいろいろ投げてきていて危ないな。こっちから攻撃は届かないし、無視して進んでいくしかないかな。なんてことを言っている間にゴールしたな。ぴょんぴょん動けて楽しかったです。今回は上から来たけど下からも来れるのか。皆さんぜひ試してみてください。もう一コース送っていただいてるから、そっちもやっていくんだぜ。次はどんなコースかな、楽しみだね。ちょ、なんなのこのテロップ。なになに、コースが始まっても消えないんだけど。いや、あんまりにもお前の代名詞にぴったりだから、このコースの間くらい出しておいてやろうかな。ってな、ってな、じゃ、ないでしょ。なんなのよこの私を小馬鹿にしたようなのは。それが世間様のお前に対する評価ってことだな。悔しかったら、プレイで見返してやるしかないんだぜ。そんなこと言われてもどうすればいいのよ。そうだな、いきなり上手くなれって言っても無理だろうから、まずはグダグダプレイを減らす努力でもしてみたらどうだ。わかったわよ。とりあえず、このコースを一発クリアしてやろうじゃないの。いいか霊夢、このコースをもし一発クリアできたとしても、日頃の行いが大事だということを忘れてはいけないんだぜ。なんだか、今日のマリサ説教ババアみたいだよ。そういう態度のことを皆さんはおっしゃっているんだけどな。どうよ、一発クリアしてやったわよ。やれやれ、これじゃしばらくはこっちの天才のままだな。コースを送っていただき、ありがとうございました。これからも、よろしくお願いします。こちらは今攻略中ですが、長くなりそうなのでチラ見せだけ紹介させていただきます。今40分やっているんですが、中間ポイントまですら到達できません。仕事終わったらまた挑戦しますが、正直クリアできないかもです。それでも、できたところまでの紹介はさせていただくので、公開をお待ちください。今週いっぱいは頑張ってみるつもりです。では、またお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。